はい、どうもこんにちは、福田です。えー、今日はですね、 VT を積み立て投資していたらどうなっていたかを検証していきたいと思います。よろしくお願いします。このチャンネルなんですけれども、思い込みを排した少しでもベターな投資判断につながるような参考情報を発信してますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。で、やってることはですね、主に投資信託とか個別メーカーの過去データの分析動画、こういったものを作っております。なので、リクエストあったらですね、コメント欄に書いてもらえれば対応させてもらいますので、投資の前の検討とか投資の後の確認として使っていただければ と思いますで推奨する視聴環境はこの3つになってまして結構文字とか数字が小さくて長尺になるのでなるべく大きな画面でなるべくいい画質で再生速度を早めての視聴を推奨しておりますでこれ僕の簡単なプロフィールで3年間証券会社の営業をやってそこからはトレーダーとして成形立っておりますでこれご参考までにこれまでのパフォーマンスになります はい。というわけで、まずは基礎データから洗っていきましょう。今回取り上げるファンドというか ETF の名前なんですが、それが VT になります。で、正式にはバンガードトータルワールドストックインデックスファンドで ETF シェアーズっていうふうな感じになります。で、運用開始日が2008年の6月26日。で、投資対象が全世界の株式なんですが、まあ、具体的には FTSE グローバルオールキャップインデックスへの連動を目指している ETF だそうです。で、償還日が設定されていなくて、信託報酬は0.6%。 0 7だそうで,すで、今回のですね、検証にあたっての積み立てのルール、それがこちらになってまして、まずが買い付け頻度、これがですね、1ヶ月に1回で、具体的には20営業日に1回になります。で、1回あたりの積み立ての金額は10万円になります。で、積み立ての期間はそれぞれ1年、3年、5年、7年、10年、この5つのタームでやらせていただきたいと思います。で、検証していく事項なんですけれども、この3つになってまして、まずはですね、積み立て期間終了時において、損益がどれ ぐらいになっていたかそれを検証していきますで、次に同期間において一括投資をした場合の損益はどうだったかそれを検証しますで、最後に積み立て投資と一括投資のパフォーマンスの比較をしていきたいと思いますで、検証期間は2008年の6月26日からやらせていただきますで、リターンの種類なんですけどもリターンってですねこの3種類ありまして今回見ていくのが 分配金が出てもそれを受け取らずに再投資した場合のリターンである分配金込みのリターンですね。こいつを見ていきたいと思います。で、注意事項はですね、この2つになってまして、 ま、今から、えっ、ー、と、パフォーマンス見ていくわけなんですが、えー、それはですね、あくまでも過去の結果なので、今後はどうなるかわからないってことをご留意ください。で、多分同じにはならないと思います。で、もう一つはですね、あの、ドル円の為替の影響があるので、あの、SBI VT とか、楽天 VT とか、そういったものとは値、ね、動きが若干異なるってことをご留意ください。はい、ではこれから見ていきましょう。 はい。では、まず積み立て投資のパフォーマンスから検証していきます。この表がですね、2008年の6月26日から2021年の12月31日までの間で、それぞれのタームで積み立て投資をした場合のパフォーマンスになります。ではですね、まずここの1年間、こいつを例にとって解説していきたいと思います。これサンプルがですね、3164となっているんですが、これはですね、2008年の6月26日から2021年の12月31日 1までの間で1ヶ月に1回10万円を積み立て投資するっていうのを1年間続けられた人の数っていうのが3164人いましたよっていうふうな、えー、そういった意味になりますで、えー、これですね積み立ての期間が、えー、1年間なので、えー、合計の投資金額は120万円っていうような形になりますでこの3164人のうち81.89%に当たる2591人が1人当たり平均して、えー、9.36%の利益が出てで、18. 1 8 11%にたたる573 5.42%人人がが当たり平均しての損失が出てで、全部ひっくるめると、平均して6.69%の利益になってましたって意味になります。なお、ここの下のところはですね、それぞれの平均リターン、利益、損失を、ここの120万円で金額換算したものになります。なので、利益はですね、平均してだいたい11万円ぐらいの利益。で、損失はだいたい6万5千円ぐらいの損失で、で、全部ひっくるめると8万円ぐらいの利益が出て ていましたって形になりますで下の標準偏差ですね これは、リターンの振れ幅の大きさを示すものなんですが、ここでの意味合いはですね、1年間の積み立て投資のリターンにおける振れ幅の大きさですね。それなので、ここのですね、6.69%を中心として、上下に8.24%のリターンの振れ幅が、まあ大体ありましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。で、ここのシャープレシオは、ディスクに対するリターンの獲得効率、それを示すものでして、計算式は平均リターンを標準偏差で割った数値になります。なお、シャープレシオは、 高高ければ高いほどディスクに対するリターンの獲で、す死体ってですね、最大リターンと最小リターンなんですが、これはですね、1年間の積み立て投資における最大リターンと最小リターンっていう意味になります。なので、一番運が良かった人はですね、このファンドに1年間積み立て投資をしたら、資産が33.20%増えていて、逆に一番運が悪かった人は 27.、27.61%資産が減っちゃってましたよっていう形になります。で、そいつを金額換算 したのえ、ここの下のところでして、え、一番運が良かった人っていうのは、え、120万円の投資に対して、だいたい40万円ぐらいの利益になっていて、で、一番が悪かった人は、え、120万円の投資に対して、だいたい33万円ぐらいの損失になってましたよっていうふうな、え、そんな感じになります。え、とりあえず、え、これが、え、1年でして、で、え、同じ方式でですね、え、ここの3年から10年までも計算してあるんですが、え、もう一つですね、え、ここの3年のところも解説しておきたいと思います。 これですね、2008年から2021年までっていうのは同じなんですが、次はですね、1ヶ月に1回10万円を積み立て投資するっていうのを3年間続けられた人の数っていうのが2684人いましたよっていうふうな、そういった意味合いになります。なおですね、積み立て期間が3年間なので合計の投資金額は360万円という形になります。で、この2684人のうち95.86%なたる2573人が1人平均して16.9%。 92%の利益が出て,で,の損失が出てで、全部ひっくるめると平均して15.98%の利益になりましたって意味になります。で、標準偏差は3年間の積み立て投資のリターンの振れ幅の大きさですね。それが15.98を中心として上下にプラマイ10.21のリターンの振れ幅が大体ありますよっていうふうな、そういった見合いになります。で、シャープレシオはリターンあるリスクで で、最大リターンと最小リターンなんですが、この場合は3年間の積み立て投資におけるリターン、えっと、最大リターンと最小リターンっていう風な意味なので、 それなので一番運が良かった人は、このファンドに3年間積み立て投資をしたら、資産が39.68%増えていたんですが、一番運が悪かった人っていうのは22.85%資産が減っちゃってましたって意味になります。で、ここのですね、金額換算をすると、一番運が良かった人っていうのは、360万円の投資に対して142万円ぐらいの利益が出ていたんですが、一番運が悪かった人っていうのは逆に82万円ぐらいの損失が出ていましたっていうふうな、そういった形になります。 とりあえずですね、これが3年で、で、同じ方式で、5年から10年までやってあるって形になります。で、外観していくんですけれども、これですね、7年のところまでは、損失数が、若干出ているって形なんですが、ここの10年になってくると、損失がゼロって形なので、まあ、それなので、このファンドにですね、10年以上、積み立て投資をしていた人の中で、損した人はゼロ人、つまりは、全員が利益が出たって形になってたみたいです。で、平均すると、10年間で資産が6 12%と増えていて、で金額換算するとだいたい平均して743万円ぐらいの利益になってたみたいです。で最大リターンと最小リターンも結構振幅はあるんですけれども、最大だと89.61%増えていて、で一番運が悪くても6.24%と資産が増えていたよって形になってたみたいです。とりあえずですねこれが積立投資のパフォーマンスの検証で、で次にですね同じタームで一括投資をした場合にどうだったか、そいつを見ていきたいと思います。ではですねまず1年から。 説明していきます。 これはですね、2008年の6月26日から2021年の12月31日までの間で、今度は1日で120万円をボンと投資して、で、投資してから240営業日後、つまりは1年後に売るっていう風な取引をできた人の数っていうのが3164人いましたよっていう風な、そういった意味合いになります。で、そのうち78.86%のあたる2495人が1人平均して16.72%の利益が出て、で21 8.14%にやってる669人が1人平均でマイナス6.92%の損失が出て、で、全部ひっくるめると平均して11.72%の利益が出ていましたって形になります。で、金額換算すると、利益は20万円ぐらいの利益。で、損失はだいたい8万円ぐらいの損失。で、ひっくるめると14万円ぐらいの利益になってましたって意味になります。 で、標準偏差はですね、この場合は、1年間の一括投資におけるリターンの振れ幅の大きさですね。それが11.72を中心に上下に振る舞い14.75って意味になります。で、シャープレッショは、リターン割るリスクで、で、最大リターンと最小リターンなんですが、この場合はですね、え、1年間の一括投資の、えっ、ー、と、における最大リターンと最小リターンって意味なので、なので、一番運が良かった人っていうのは、このファンドに一気に120万円をボンと投資して、で、そこから1年後になったらば、資産が77.78 1% 8増えていたんですが一番運が悪かった人っていうのは、えー、同じ方法で30.11%資産が減っちゃってましたよって意味になりますで金額換算してみると 一番が良かった人っていうのは120万円の投資に対して93万円ぐらいの利益が出ていて、で、一番が悪かった人っていうのは120万円の投資に対して36万円ぐらいの損失になってましたっていうふな、そういった形になります。とりあえず、これが1年で、で、同じ方式で3年から10年までって形なんですが、一応ですね、ここの3年も解説しておきます。この場合はですね、2008年から2021年までは同じなんですけれども、今度はですね、360万円を1日でボンと 投資してで、そこから720営業日後、えー、つまりは3年後に売るっていう風な取引をできた人の数が2684人いましたよっていう風な、えー、そういった意味合いになります。で、そのうち99.52%に当たる、えー、2671人が1人平均で、えー、31.18%の利益が出て、で、えー、0.48%に当たる13人が1人平均でマイナス5.59%の損失が出て、で、全部ひっくるめると平均して31%の利益になっる。 ってましたって意味になります。で金額換算してみると。 利益はだいたい112万円ぐらいの利益。で、損失はだいたい20万円ぐらいの損失。で、全部へっくるめると、111万円ぐらいの利益になってましたって感じになります。で、標準偏差は3年間の一括投資のリターンの古幅の大きさですね。それが31%を中心に上下に振る舞い 14.、14.80%って意味になります。シャープレッシュはリターン割るリスク。で、最大リターンと最小リターンなんですが、この場合は3年間の一括投資における最大リターンと最小リターンって意味なので、なので、 一番運が良かった人っていうのは、このファンドに360万円を一気にボンと投資して、で、そこから3年経ったらば資産が90.07%増えていたんですが、逆に一番運が悪かった人っていうのは12.62%資産が減っちゃってましたよって意味になります。で、えっと、金額換算すると、360万円の投資に対して、一番運が良かった人っていうのは324万円の利益が出ていて、で、一番運が悪かった人っていうのは45万円ぐらいの損失になってましたっていうふうな、えー、そんな感じになります。えーとりあえず これが3年で、してで同じ方式でここの5年から10れもですね、若干外観してみていくとですね、ここの5年まではですね、まあ、残念ながら1人損失が出ているんですが、ここの7年と10年、ここに関しては損失が0てなっているので、それなんで、積み立ての場合と違って、一括の場合ですね、この場合はあくまで2008年からっていうふうなターム付きではあるんですけれども、 少なくとも、この間に関しては、7年間、7年以上、このファンドに一括で投資してた人っていうのは、損した人はゼロ人、つまりは全員が利益が出ていたって形になってたみたいです。で、一応ここの10年を見ていくとですね、平均して資産が145.46%増えていましたよと、つまりは大体2.4倍ぐらいに資産がなってましたよって形で、これ1200万円の投資に対して、平均して1745万円の利益が出ていたって形みたいです。で、最大リターンと最大 最小リターンを見ていくとですね、最大で281.98%の利益。で、最小でも6 1 8 0の利益で、で、金額換算してみると、最大なんかだと、えっ、ー、と、1200万円の投資に対して、3383万円の利益が出ていて、で、一番が悪かったとしても、1200万円の投資に対して、741万円の利益が出ていたって形みたいです。え、とりあえず、これがですね、一括投資のパフォーマンスの検証で、で、最後にやっていくのがですね、積み立て投資と一括投資 ののパフォーマンスの比較になりますで比較していくもののがでですすねリターーンととディスクシシャープレシオこの3つになりますでは、まず、リターンから見ていきます。これですね、同じタームにおけるですね、それぞれのリターンを並べてあるんですけれども、ここの赤い文字のところは、積み立てのリターンを一括のリターンで割った数値ですね、それが記載してあります。で、積み立てのリターンの方が低ければ、こうやって赤で塗ってある形になるんですが、これですね、すべてのタームで赤くなっているので、まあそれ なので、基本的にこの積立投資っていうのは一括投資よりもリターン自体は低かったっていうのがわかるんじゃないかなと思います。で、お次にディスクを見ていくんですが、ディスクの場合はですね、同じくこうやって積み立てのリスクを一括のリスクで割った数値が記載してあるんですが、リターンと違ってですね、 ディスクの場合は、えー、低ければ低いほどいいので、なので、積み立てのリスクの方が低ければ、緑で塗ってある形になります。で、えー、これはですね、全部緑で塗ってあるので、それなんで、えー、っと、積み立ての場合は、リターンは低いんだけれども、ただ、えー、リスクも低いっていうふうな、えー、そういった形になってるみたいです。で、えー、ここのですね、リターンとリスクのいを見るのが、このシャープレッシュってやつでして、えー、これはですね、リターンと同じで、えー、っと、シャープレッシュは高ければ高いほどいいので、なので、積み立ての方が一括よりも、シャープレッシュが高ければ、緑で塗ってあって、低ければ、 えっと、ここの1年と5年と10年、これに関しては、積み立ての方が一括よりもシャープレシオが高い。つまりは、リスクに対するリターンの獲得効率は、一括よりも積み立ての方がいいよって形になってるんですが、ただ、ここの7年、3年と7年ですね。ここの3年と7年に関しては、積み立ての方が一括よりもシャープレシオが低い。つまりは、積み立ての方が、リスクに対するリターンの獲得 得効率は一括よりも悪いです。よっていう風なそういった形になってるみたいです。で、とりあえずここの1年と5年と10年これに関して言うとえ、積立の方がリターン。自体は低いんだけれども。 ただ、それ以上に取っているリスク量の大きさ、それを低く抑えられているから、だからシャープレシオは高くなってるっていうふうな、そういった形にはなっているんですが、ただ、ここの3年と7年、ここに関して言うと、積み立ての方がリスクは低く抑えられているんだけども、ただ、それ以上にリターンを稼げていないから、だからここのシャープレシオで見た場合には、積み立ての方が一括よりも低くなってるっていうふうな、そういった形になってたみたいです。で、とりあえずこっから言えるのはですね、あの、積み立て投資って一般的に にリスクを下げる投資法と言われていて、でこれですね見てる感じだとリスク自体は確かに一括よりも低いんですけれども、ただですねえとリスクに対するリターンの獲得効率、ま投資効率で見た場合では必ずしも積み立ての方が一括よりも勝ってるとは言えないんじゃないかなってことがここからわかると思います。とりあえずこれが積み立てと一括の比較で、でこれで動画は以上になります。 はい。というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じで、えー、いろいろですね、分析してますので、えー、何かしかリクエストとか質問とかあったらですね、あの、遠慮なくお気軽に、あの、コメント欄に書いていただければと思います。はい。というわけで今回は以上になります。お付き合いいただきまして、ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。